すげえ汗だぜ。顔色も悪いし、大丈夫か？村が襲われる夢、ザンクティンゼルが帝国に襲われた時の。違うのか？これまで結構やばい目にも遭ってきたし、そういう思い出が影響して悪い夢見たのかもしれねえな。あ、温かいお茶を入れてきますね。それを飲んだら気持ちが変わって、今度はぐっすり眠れるかもしれません。その様子、錬磨に望むはいかにも閉じよ。心あらずに振るう刃に意味などなかろう。何を惑うかは知らぬが、ウヌという刃、まずは研ぎ澄ますことが必要であるな。瞑想といくか。ウヌも並べ、三万折りするにはちょうどよかろう。オクトおじいさん、そろそろご飯に。あれ、こいつ寝ちまってるのか。悪い夢を見て眠れなかったみたいですから。刀のじいさんに寄っかかってよく寝てるぜ。なんか起こすのも気の毒だな。であるならば部屋へ運ぶとするか。運んでもらってもぐっすりだなこいつ。でも安心しました。もし眠れないのが続いたら体を壊しちゃうかもって心配でしたし。確かにな。ありがとうよ刀のじいさん。じいさん、どうかしたか？この刀、少々手入れが不足しておるようだ。借り受けるが構わんな。あっちゃー、持ってる武器も増えてきたし、そういうこともあるか。手入れしてもらえるならありがたいぜ。ならばよし。眠りを妨げることもあるまい。あ、そうだ、みんなを待たせてますし、食堂に行かないと。ご飯も取っておかなくちゃいけませんし。行きましょう、 B さん。オクトおじいさんはもう行っちまったぜ。刀のじいさんにも後で飯を持ってってやることにするか。さて、なんぞ申し開きはあるか。あるいは黙したままおられることを望むか。口はばったいことを言う、このふぬけめ。ほほう、我が腹渡の遺憾が何故悪夢を生じさせるに至るか、ガラクタの思うことはわからぬものよ。最強を目指すと語りながらぬるま湯に浸かるをよしとする。くぬけと言わず何という、それこそガラクタが似合おうか。もうろくし目を濁らせた者に私を握る資格はない。あらへい、使い手の襟好みは変わらずか。最強に握られることを望むようだが、ならばウヌの語る最強とは何だ。あらゆる脅威、全ての敵を断つ者、そのために天聖器を握る者、それ以外に何の最強があるのか。わめきはするが奴名祭よ。その剣誰のものか。
その最強とやらウヌが見出したものではないな。何者に求められたか知らぬが、望まれし役割を果たせぬことを恐るか。なんとも空虚なことよ。ブライの輩が天聖騎が最強の座になければ誰が世を襲う矜持を払うのだ。空は焼かれ、火はただれ、死がはびこるぞ。わめくな、すべからくウヌの都合に過ぎぬ。我のものでも団長のものでもない。おぬれ、ここでおられることを望むのならばそうしてやろう。ウヌの最強とやら英語を果たせぬままとなりたいならな。おのれ、おのれ、なんという者たちよ。あ、北斗おじいさん。ん？なんぞ言おうか。あいつが目を覚ましたからさ、飯を持ってってやるとこなんだ。刀のじいさんの分も取っといたぜ。であるか。ならば、来そうになるとしよう。じゃあ、ご飯温めますね。今日のご飯も美味しいですよ。